1977年の豊見崎駅と周囲約500メートル範囲、上が、幌延方面、豊崎地区の北側にあり、周囲は稲作地帯である。すでに無人駅になって、年月が経つが、島式ホームの駅舎側本線は残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成豊見崎駅は、 北海道戸前郡所産物村在豊見にかつて設置されていた日本国有鉄道羽幌線の駅である電報略号は時、羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に廃駅となった所在地名より、この地の岬の付近でニシンがよく取れた頃に命名されたという廃止時点で 島式ホーム片面仕様の一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な職員配置駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も側線として残っていた。無人駅となっていたが有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は 校内の西側に位置し、ホーム南側とを結ぶ校内踏切で連絡した。大沢トンネル駅の北方に、所在1999年時点で、駅前への道路のみ存在していた。製材所の資材置き場になっている。ありがとうございます。